僕は似てないなっていうのは正直思ってしまいまして、実写映画にできないものを描こうと、ほぼ疑いの目でしか見てないなっていうのを感じていたんで。実写化するにはまあ最難関というか、まあ実写化はちょっと不可能かなというぐらいのスケールと壮大な話の中で、果たしてこれができるのだろうかという、もちろん疑問から入ったんですけども、本当にその小松橋プロデューサーはじめアマゾンのチーム、皆さんの力のこうどん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 集結する中で、だん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 これがもしかしたらファンタジーではなくて実現するんではないかというふうになって、それまで数年あったんですけども、でようやくこう形になって実際撮影が今始まっているんですけども、それは自分自身でもですね、本当に不思議というか、つまりこれはできないだろうなって半ば諦めながらずっとやっていたものだったんで、そういう意味ではすごくこう今ここに立っていることも信じられないし、映像を見させていただいて自分で見てもすごく信じられないことだし、そして最初に先生に挨拶させていただいて会った時も、すごくこう何て言うんでしょうね、ほぼ疑いの目でしか見てないなっていうのを感じていたんで、これは頑張らねばならないというのが最初の印象ですけど。絶対にこの漫画は実写映画にできないものを描こうという覚悟を持って描いてるんですが、実写映画にしたいというオファーが来た時にですね、なんと無謀なという気がしました。生みの親である川口先生いらっしゃるということで来ていただいて、最初は多分おそらくいろいろ不安な気持ちでいらっしゃったと思って、とてもこう目も合わせてくれなかったんですけど、実際この発令状を見たりしていろいろ説明をこう聞かれているうちに、少しだけ信じてくれたのかなというので、喋る量が増えてきまして、最後にもらい損ねた僕はサインを、自分の漫画を最初に、これですね、ずっとこの作品中ずっと大事に持っているこの漫画をサインをしてもらった時、忘れていたんでそれをしていただいたら、急にこう自分のペンで絵を描き出して、海江田の絵と深町の絵をこう描いてくれていただいたんですね。それはもう僕はもうただサインをいただきたいだけだったんですけど、すごくこう感動しまして、でも改めてこの楓田という似顔絵を見たときに、やっぱり僕は似てないなというのは正直思ってしまいましてですね、これみんなどう思ってるのかなと、その空気がこの緊張しているのは違うっていうことをみんな言いたいのか、すごく悩んだんですけども、そこは僕は笑顔で交わしまして、記念撮影まで持ち込んだ次第でございますね。